デジタルアイデンティティ、デジタルアイデンティティは人間などの主体、エンティティ、サブジェクトをコンピュータで処理するためのアイデンティティ情報であり、それぞれの属性情報からなる。ISO, IEC 24760から1はアイデンティティを実体に関する属性情報の集合、セットオブアトラビューツリレーテッドツーアイエンティティと定義している。人、組織、 デバイス、サービスなど、属性を管理する単位のことをエンティティ、主体といい、システムに登録されたエンティティに関する属性情報の集合を、アイデンティティ情報という。アイデンティティを電子的に表現したものを、デジタルアイデンティティという。属性情報は、その申請性により、以下の3種類に分類できる。エンティティが人である場合、 個人識別可能な属性情報の組み合わせを P という。クレデンシャルはそのエンティティが確かにアイデンティティ情報と結びついたエンティティであることを証明するための情報を指す。ネットワーク上に存在する様々なエンティティやリソースを管理する範囲をドメインと E、ディレクトリサービスで運用管理するエンティティやリソースの範囲を運用管理ドメインという。 一つのデジタルアイデンティティとして扱われる対象は、実社会に存在する主体、エンティティであり、対応するように、属性情報が含められる。アイデンティティ情報を構成する、属性情報の管理方法は任意であり、当該アイデンティティ管理システムによる。しばしば、一つの実体についてのアイデンティティ情報が、複数のアイデンティティ管理システムによって、別々に保持される。 対象となるのは、多くの場合、人間、個人であるが、それ以外の実体、NPE、ノン、パーソン、エンティティが対象とされる場合もある。NPE の例としては、次のものが挙げられる。何らかの実体の属性をオブザーバーが認識する。際には、避けがたくオブザーバーの主観に左右される。ある実体の属性、アトリビュートをデジタル表現、処理するとき、 属性を判定するもの、オブザーバーは、その表現がその実態に実際に付随していると、確証できるものである必要がある。口述する人、オーセンティケーションの不死を参照。逆に、その実態はオブザーバーに対して、特定の属性情報のみを提供したい。このような意味合いで、デジタルアイデンティティは、主体に固有な属性というよりも、相互関係において、 属性情報が決まると理解する方が適することがある。このようにデジタルアイデンティティには文脈依存、カンテックスチャイルな性質がある。アイデンティティ情報を証明する手続き、アイデンティティプラフィングを客観的に説明できるようにするためには手続きについての基準を文書化して公表する必要がある。認証、オーセンティケーションはコンピュータの利用局面における機能であり、 一つのデジタルアイデンティティがある実体に対応することの確証を伝える。実体が人間である典型的な場合、その知識、持ち物及び身体的特徴か動作に基づいて処理される。アイデンティティ情報は識別子に基づいて管理される。識別子は所定の管理ドメイン内、特定のレルム、コミュニティ、ディレクトリ、アプリケーション内やグローバルな範囲で一位な文字列が 割り当てられ、ID と表記される。識別子は、それが表す実体のキーとして使われる。識別子には、無思構成、アマニーダークシオネルと一方構成、ユニダークシオネルがある。無思構成識別子は公開され、容易に発見できることを意図している。一方、一方構成識別子は特定の識別関係でのみ、使われるものである。識別子の分類には、 解決可能、リザルバブルか否かという分類もある。解決可能な識別詞としては、ドメイン名やメールアドレスがあり、その識別詞が表している実態を取得したり、実態の状態を取得したりできる。解決可能でない識別詞としては、人間の実際の名前や主題、話題の名前などがあり、透過性の比較は可能であるが、それ以外に、マシン上で何かすることはできない。 インターネット上で広域に用いられるリソース識別子には様々なスキームやフォーマットがある。広く使われているものとして URI、ユニフォームリソースアイデンティファイヤーとそれを国際化したリリ、インターナショナライズドリソースアイデンティファイヤーがある。これらはワールドワイドウェブにおけるリソース識別子の標準である。抽象化された構造化識別子についてのオアシスによる標準として ザリー、エクステンセブルリソースアイデンティファイヤーがある。これは URI や入りにデジタルアイデンティティシステムに特に便利な機能を追加したものである。デジタルアイデンティティの属性情報は実体についてのオントロジーとも関連する。例えば、猫は動物の一種であるという集合論的な表現があるとする。オントロジー的に猫と表現された実体は常に 動物ともみなされる。アイデンティティ情報を構成する。属性情報は、オントロジーにおける関係に基づいて表現できる。XML は、一旦は構造化されたデータ表現のデファクトスタンダードとなった。属性情報の交換には、XML に基づく、サムルのみならず、ジェイソンも用いられるようになってきている。ネットワークにおけるデジタルアイデンティティ間の関係には、 複数の実体、エンティティが関わる。インターネットのような分散ネットワークでは、それぞれの実体間の関係とは、独立した信頼できる関係が存在して、そのような個別の関係をより大きな単位で統合して、保証する手段が必要になる。ネットワークにおけるアイデンティティ管理の古典的な形態として、個人別電話帳、ハローページのようなディレクトリサービスがある。は インターネット越しにある複数の管理ドメインに対してユーザ認証機能と属性情報を提供する。アイデンティティプロバイダーが提供するユーザ認証機能と属性情報の信頼性を保証するためにトラストフレームワークを制度設計する試みが先進各国で進められている。パーソナルデータサービス、PDS は 実体としての個人が自らのアイデンティティ情報をコントロールできる機能を提供する。人間のデジタルアイデンティティについては次の2つのプライバシー権の観点からの論点がある。顧客のアイデンティティ情報を集積したデータベース中の属性情報には識別し、ID 以外にも実体を識別できてしまうものが含まれることがある。集積された。 属性情報から実体を識別しにくくする情報加工処理をデアイデンティフィケーションという自己のアイデンティティ情報をコントロールできるようにするシステムが設計されてプライバシーバイデザイン実装されている例を挙げる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください